今年の決勝戦はドイツの名門シュツットガルト対ホストチーム桐蔭学園高校の対戦となりました。富士コカ・コーラカップ第4回横浜ベイブリッジユースサッカー大会、まもなく決勝戦の笛が鳴ります。右にエンドを取ったこの白のユニフォームがシュツットガルトのユースチームであります。そして左にエンドを取りましたおなじみの桐蔭カラーブルーのユニフォームが桐蔭学園高校であります。まもなくレフリーマーティン・ボデナムさんの笛が鳴って決勝戦が始まります。決勝戦の解説は3位決定戦と同じく尾身幸卓さんでお伝えしてまいります。尾身さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今決勝戦の笛が鳴りました。前半の40分が始まります。右から左に攻めるこの白のユニフォームがドイツの名門シュツットガルト、そして左から右に攻めるブルーのユニフォームが桐蔭学園高校であります。まあ昨日の初日のシュツットガルトのゲームを見まして、はい、あの天下の清水商業清翔がですね、はい、全くいいところなく 4-0 でやられました、はい、昨日のゲームを見たこのシュツットガルトの印象、尾身さんどんな感じですか。まあ、4-0 というスコアの差がそのままですね、はい、実力であるという感じではないんですけれどもね、ちょっとまあ立ち上がりとかですね、戸惑ってるシュート戸惑ってるうちにやられたなという感はありますけども、はい、そうですね、まあ、確かに力はシュツットガルトの方が上ですよね。まあ、このシュツットガルトのメンバーを見ますとこのテレビカメラを通してもですね、はい、桐蔭の選手よりも一回りも二回りもでかいとい う, う、ね、まさしくなんかこうゲルマンのチームというそんな感じがしますよね、はい、そのまあ高さそしてパワーで勝りますシュツットガルトに桐蔭がスピードとスキルでどれだけ対抗できるかどうか、まあ、この辺がこの決勝戦の尾身さんちょっと見どころになりそうですかね。そうですね、はい、来日しましたこのドイツの名門シュツガルトは総合スポーツクラブであります。今年がスポーツクラブ創立100周年であります。去年99年目にして100周年を飾るべくこのトップチームシュツガルトはブンデスリーガで見事に2度目の優勝を果たしました。あのシュツガルトの去年の優勝はホームスタジアムの熱火スタジアムがねもう連日沸き沸いたというふうに、はい、まあ、外伝等で我々も見ていたんですが、そのシュツガルトのトップチームにぜひとも入りたい、そして活躍したいというそういう若者の集団が今回来日したシュツガルトのユースチームであります。縦パス、これをカットします。まあ、昨日清水商業が 4-0 でやられたということで今尾身さんが言われたように決してその 4-0 のスコアほど差はなかったかもしれないが、まあ、来日しても2日目のゲームであれだけ全開のスピードでまたパワーでシュートを叩き込んだ、層の厚さそしてその鍛えられた肉体というのを十分に感じました。そのシュツガルトに桐蔭が果たしてどう立ち向かうか、桐蔭がこのゲームを勝つとすれば尾身さんどんなところでしょうかね。そうですね、やはり向こうにも決定的なチャンスは必ず、はい、来ちゃうと思うんですね、はい、その時にやっぱり、誰かのファインプレーで、失点を最小に抑えて、はい、こちらのチャンスを、はい、決めるという勝ち方はあると思いますよ、はい、早くも前半最初のコーナー、はい、キーパーパンチング1年生の東であります。桐蔭学園高校ペナルティエリアグラウンダーでクリアをスルーパスにしたい。ボールをキープしている9番の高山です。あっと高山激しいタックルに遭いました。これが高山です。桐蔭学園高校のセンターフォワード、そして5番ビルトマンであります。ドイツの17歳以下アンダーセブンティーンの代表メンバーです。早くも立ち上がりこのシュツットガルトが桐蔭のエンドに入り込んでボールを回してそして力で桐蔭学園高校のペナルティエリアからシュートを打とうかというそういう感じであります。まあ、後ほどゆっくりと両チームのメンバーをご紹介しますが、桐蔭学園高校は昨日は3バックでゲームを戦いました。さあこれはチャンスになりそうだ。シュートを打つ東ナイスキープ。シュートを打ちました8番のヤーニッチ。それを1年生桐蔭のゴールキーパー東がなかなかいいセーブでしたね今ね。そうですね、3位決定戦もそうでしたけども、はい、キーパーの出来不出来っていうのは相当勝負に左右しますね、はい、これがヤーニッチであります。178cm 66kg、非常にこのシュツットガルトの中で一番ドリブルの上手い選手だと、ラングニック監督も褒めていました。非常に鋭い速い攻めを立ち上がりから見せていますドイツの名門シュツットガルト。桐蔭学園高校はペナルティエリアに2度3度と早くもまだ前半の4分ですが攻め込まれています。一旦ボールを下げてキャプテンの広永がペナルティアークでボールを受けてここからまた桐蔭学園高校が押し上がろうかというところであります。まあこのシュツットガルトは皆さん本当にサッカーファンはよくご存知だと思うんですが、去年ブンデスリーガで先ほどもご紹介したように創立99年目ブンデスリーガ2度目の優勝を果たしました。また1989年にはあのクリンスマンを擁してヨーロッパ
サッカー連盟カップ、いわゆる尾身さんウェハーカップですよね。そうですね、これを決勝戦まで、ね、勝ち上がったんですよね。このシュツットガルトのメンバーに聞きましても、好きな選手は誰か、目標とする選手は誰かと尋ねましたら、もうみんながですね、クリンスマンだクリンスマンだというふうにね、そういう話をしていましたが、まあ、そのクリンスマンは現在イタリアのセリエ A のインテル、インターミラノで活躍中でありますが、まあ、そうそうたる過去にも有名選手を生み出しているシュツットガルトであります。まもなく前半の5分になりますが、この辺までの立ち上がりは尾身さん、どんな印象ですか？そうですね、桐蔭学園の方も、はい、落ち着いてボール回そうという感じがありますし、はい、それとですね、まあ、スピードアップはそんなしてないですけれども、グラウンドを広くね、使っていると、はい、相手もまあもちろんそうなんですけども、はい、グラウンドを目いっぱい使ってボールが回せているという感じはありますね、はい、なかなか落ち着いた立ち上がりだと思います。そうですね、昨日の清水商業はこのシュツットガルトに最初から圧倒されまして、自分たちのリズムをつかむ前にいきなりゴールを決められて、もうその後トントントンと4得点でしたよね。そうですね、はい、そのシュツットガルト、昨日は清水商業4対0と下して今日の決勝戦進出でありますが、その4点が、背番号9番のテュルカーが叩き出しています。まあ、ハットトリックプラスおまけつけ、4点を叩き出したテュルカー、今日はなんか、10点取るなんていう話をしていましたが、シュート！そうですね、すごいボレーシュートを放ちました。これは7番のマイヤーです。オーバーラップしているボホトラー、クロスのボール、センタリングの上がってくる瞬間にそのマークをずらすというね、はい、その動きがね、はい、忠実に行われてますね。そうですね、しかしこれも桐蔭学園高校1年生の東が非常にいい判断、シュートを打った7番のマイヤーにプレッシャーをかけています。まあ、逆に言うと桐蔭学園は横から入ってくるボール、センタリングに対してですね、はい、マークはやっぱり外しちゃいけないです。そうですね、はい、クロスのボールがとにかく速いですよね、このシュツットガルトはね。さあ、まだここまで失点はありませんが、ちょっとこう攻め込まれている桐蔭学園高校であります。リー・クックス監督は昨日は3バックシステムで国見高校を4対2で下しました。今日はディフェンスを分厚くしたい、まず前半しっかり守って、その後カウンターを取りたいという、李監督、今日は4バックシステムでこのゲーム決勝戦に臨んでいます。さて、それではこの両チームのメンバーをご紹介しましょう。白いユニフォーム、ドイツのシュツットガルトのメンバーをご紹介してまいります。シュツットガルトはゴールキーパーが1番のツイグラー、ディフェンスラインは右サイドが2番のシナーゲル、左サイドが3番のボホトラー、そしてセンターバックは2枚です。4番のルータがキャプテンです。シュート打てるぞ、シュート打てる、打て、シュート打つ、ドッキュ、シュツットガルトの熱いディフェンス。今初めて桐蔭学園高校がシュツットガルトのペナルティーアークのところからシュートを放ちました。ちょっといいチャンスをつくんで、これで桐蔭学園もこの後リズムに乗れるかどうかというところでありますが、さて、そのシュツットガルトのメンバーですが、センターバックは4番のルータがキャプテンであります。そして5番のビルトマン、2枚のセンターバックです。ミッドフィールドは6番のユイットナーがディフェンシブハーフ、7番のマイヤーが右サイド、8番のヤーニッチが左サイド、それから10番のシュバーブがフォワード第2列で前線の2人に絡んでまいります。前線の2人2トップ、11番のレーゲンボーゲン、そして昨日4得点の9番のテュルカー、以上がシュツットガルトのメンバーであります。桐蔭学園の尾身さん、このゲーム始まって今初めてですね、はい、ペナルティーアークのところからいい形でシュートを打ちそうになりましたね。橋本君ですかね。そうですね、はい、これがシュツットガルトユースを率いるラングニック監督、35歳であります。このラングニックさんは去年の1月ニューイヤーユースサッカーでこのシュツットガルトのメンバーを率いて来日しています。まあ、あの時に日本高校選抜と対戦して、日本の高校生のレベルがあんなに高いのかと驚いたというふうに尾身さん言ってましたけどね。そうですか。もうスピードと技術は申し分ない、あとはまあディフェンスとオフェンスのその、つなぎ目と申しましょうか、はい、それからラストフィニッシュでのゴール感覚、はい、これを持てばシュートが進みました。日本のユースは世界のトップレベルになれるのではないかというふうにランニング監督が話していました。その時戦った日本高校選抜のあのセンターフォワードはすごいよと、一人非常に覚えている選手がいたと言いました。それが四日市中央工業から名古屋グランパスに入った小倉なんですね。あ、なるほどね。はい、小倉の印象は非常にあるというふうにランニング監督が話していました。前半の4分から5分、初めて相手のペナルティーエリアでシューティングチャンスを作った桐蔭学園高校ですが、ここまで攻め込まれながらもなんとか、シュツットガルトの猛攻をしのいでいます。さあ、そのホストチーム桐蔭学園高校のメンバーをご紹介してまいります。
ゴールキーパーが1年生、将来が本当に楽しみな東であります。ディフェンダーは今日は4枚です。スイーパーが20番キャプテンの広永、そしてセンターバック5番の森岡、両サイドは左サイド山本、右サイドが金子、ミッドフィールドは2番の中根がディフェンシブハーフ、左サイドが7番の三上、右サイドが16番の橋本、そして、フォワードは3枚です。10番の真田が右のウイング、それから15番の村田が左ウイング、センターフォワード9番の高山、以上が東院学園高校のメンバーです。まもなく前半の10分になります。富士コカ・コーラカップ第4回横浜ベイブリッジユースサッカー大会、東院学園高校対シュツットガルトの決勝戦。シュツットガルトが立ち上がりからかなり押し気味にゲームを進めていますが、まだ両チーム得点がありません。1万円から借りられるあなたの書斎、機能充実管理万全、3の44001111、司のワンワンオフィス。決勝戦は前半の40分を戦って両チーム0対0得点がありませんでした。決勝戦も尾身幸隆さんの解説でゲームをお伝えしておりますが、まあ、尾身さんね、はい、前半でもこの放送席で話したように、リー監督とすればですね、まずあの自分たちのこのサッカーができたというしっかり守ろうというそのコンセプトがかなり来てましたよね、はい、そうですね、特にあのセンターの森岡君と広永君、はい、ここがしっかりしてますからね、はいはい、まあ、そういったサッカーをですね、また後半もポイントがある程度キープしてですね、はい、そして先ほど見せたような広永あたりの素早いこのダッシュでですね、リベロしてですね、点が取れるかどうかというところでありますね。そうですね、はい、まあ、あの繰り返しになりますけども、はい、その時にその広永君が前に出た時にね、そのカバーをきちんとしておくと、はい、これがないと逆襲で、あー広永いいプレーしたのにやられちゃったなというのが出てくる可能性ありますからね、はい、そうですね、はい、後半の40分が始まっています。後半は左にエンドを取った白のユニフォームがドイツのシュツットガルト、そして右から左に攻めるブルーのユニフォームがホストチーム東院学園高校であります。さあこの後半なんですが、後半はどういう感じでゲームが動いていくか、まあ、ちょっとあの前半を見た感じで尾身さん占っていただきたいんですが、そうですね、多分ハーフタイムに、まあ、あのシュツットガルトの方も、はい、なんとか1点早めに取れという指示は出てるはずですから、はい、その辺の、焦りを誘うことですよね、まあ、東院の方は、前半 0-0 だったから後半は攻めようというようなことはないと思いますけども、はい、前半と同じようにまずしっかり守ると、特にまたこの後半の立ち上がり15分ですね、はい、ここをしっかり守ればもうあとは先に点を取ったら逃げ切れるという形になるかと思いますね、はい、なるほどね、まあ、それと前半でも尾身さんが再三してきたように、9番のトゥルカ、はい、このマークが時々フリーになってしまうと、そうですね、あのああいう選手の考え方っていうのはおそらくですね、この80分間の中で1点取りゃいいんだと、はい、または2点取りゃいいんだというところで、そのビッグチャンス待ってますからね、あの普段はタラタラっとしているような雰囲気で例えばわざとやっている場合もありますから、その辺は要注意ですよね、はい、もう十分にあのヨーロッパのいろんなユースのチームと戦っているこのシュツットガルトはですね、4対0、5対0で快勝も勝ちなんだけども、はい、1-0 で最小得点でしっかり守って勝つ、もうこれも大きな勝ちだというね、そのゲームのその勝利というのに対する執着心というのはすごいものがありますから ね、さあそういった歴戦の勇士、まあ、若い16歳、17歳、18歳ですが歴戦の勇士と言っていいですよね、そうですね、このシュツットガルトに対して果たして東院学園高校がどういうサッカーを挑んでいくのか。シュツットガルトはメンバーが変わっています。この12番のオラフソンが5番のビルトマンに代わってゲームに入っています。2番のシナーゲル、右のサイドバック、
そして7番マイヤー、185センチ80キロ、大型の右のミッドフィールダー。まあ、後半あたりは今カメラが捉えたマイヤーあたりが、前線参加してポストプレーヤーとして、チュルカに絡んでいく、そういうシーンも見られそうですね。そうですね、はい。さあハーフウェイラインを越えて広永、広永、さあリベロは、リベロ、リベロしている、広永打てるぞ、おっと2人のマーク、しかしまだチャンス、まだチャンス、問いがけ。今も広永前半で2度3度あったようにセンターラインを突破していきました。16番の橋本、この橋本も右サイドからもう少しドリブルでめぐっていいシュートを打ちたいところであります。前半は桐蔭学園高校シュートが3本、一方シュッツガルトがシュートが4本であります。いずれも決定的なのが1本2本ありましたよね。そうですね、橋本君なんですけどね、はい、前半の立ち上がり彼が逆にいいチャンス作ってたんですよね、はい、ちょっと前半の途中から消えましたね、はいはい、ボールをキープする1年生10番の真田、そして7番の三上が後ろへ下げました。通りません。ペナルティエリア落ち着いてクリア、打てるシュート、打てシュート、ブロック、ディフェンスブロック。なかなかフリーでシュート打たせてくれませんよね。はい、1年生の真田がシュートを打ちましたが、シュツットガルトのこの強力なディフェンス陣にブロックに遭いました。イオシスもすごいぞ。久しぶりやな。そうね、これが俺の子か。嘘つくな。元気な段ボール作ってます。静岡森市業。パチンコパチンコしましょう、パチンコパチンコしましょう、パチンコパチンコしましょう。再三言いますが、1年生と思います。そうですね、完全に今本当にファインプレーを続けてますね。完全に今マイヤーのシュートはゴールマウスですよね、そうですね、はい、マイヤードリブルで2人のディフェンスラインを突破してシュート、東の好セービング。ただマイヤーが右サイドから後半になってね、3度4度と割って入ってるんですけども、はい、その辺ちょっとあれですね、ケアしなきゃいけないですね、マークが今一つはっきりしてないような感じですね、はい、なかなかいい形で攻めているシュツガルト、そしてリズムよく守っている桐蔭学園高校ですが、桐蔭学園のリー監督はなかなかやはり尾身さん、はい、いいゲームをしていると、はい、前半はまあまあの敵だと、はい、金子からいいボールが出ればビッグチャンスが来そうだと、はい、相手もやるべきことをきっちりやっているんで、はい、こちらもやるべきことをきっちりやる、前半の流れを引き継いで、あとはもっと両サイドバックが攻めに参加してテンポアップを図りたいと、はい、こういうまあリー監督のハーフタイムの指示なんですかね。そうですね、その通りですね、はい、はい、マイヤー今度はクロスのボールを上げました。2人のヘッドがシュート、ゴールか、いや外ですね、外です、バーの外でしたか、はい、バーの外でした。ヤーニッチ、ここからセンターリング上がります。トイガケン2人のディフェンダーセル、こぼれたところヤーニッチシュート、あーポストのわずかに外。単純なことなんですけどね、今広永君と、11番の金子君ですか、一緒に飛んじゃったですよね、一つのボールに対して。そうですね、2人のディフェンダーが飛んだというふうにね、はい、実況しましたが、その広永とそれから森岡が飛ぶと、はい、こぼれたところのそのマークがいなくなっちゃうんですね、はい、ヤーニッチのシュートはわずかに外でありました。さて一方シュツガルトのランニン監督は、前半いくつものチャンスがあったが桐蔭のディフェンスにうまく抑えられてしまった、最初から分かっていたことで前半後半は集中力を欠くことないよう勝ちに行くと、こういうふうにランニン監督は話しています。
まあ、その勝ちに行くという気持ちがですね、はい、焦りにつながってくると、遠いにはチャンスが訪れるような気がするんですけどね、はいはい、さあ、トインカウンター仕掛けたい。1年生の真田、1年生の真田、ペナルティーエリアで頑張れ。そう、クロス戻った戻った、まだアウトじゃないぞ。19番村田、胸でワントラップしてボールを足元に置いてどうするか。7番のマイヤーが体を張ってこの村田を潰しに行きました。185センチのマイヤーが162センチの村田を潰しに行きました。ここはなかなか良かったですよね。そうですね、10番の真田、1年生、クロスのボール。あそこでゴールライン出さないっていうのは、あの真田君もかなり能力高いですよ。そうですよね、はい、右サイドからのチャンスメイクに非常に李監督期待をかけている真田、その言葉通り右サイドから今チャンスを作りました。広永最高峰です。この最高峰スイーパーのポジションから今日は3度、4度、5度リベロしています。ワンツースルーしてこれをカットしたい。よし、よくカットした。6番いいスライディングだった山本、はい、ナイススライディング。あ、ここで一つ、ね、ポイントを作って右サイドに送りたい桐蔭学園ですが通りません。なかなかあの、シュツットガルトのっとピンチだ。振り向きざまシュートブロック、11番レーゲンボーゲンのシュートブロック。今広永君ですよね、ブロックしたの、はいはい、レーゲンボーゲンの強力なシュートを広永ブロック。いいですね、桐蔭学園の中が、はいはい、リズム乗ってますか、ね、はい。まあ桐蔭学園高校は、神奈川の桐蔭学園から、関東の桐蔭学園、そして今や全国の桐蔭学園高校なんですが、はい、今年の4月にドイツに遠征いたしまして、ドイツの国際大会バーデンベルデンベルグの大会で優勝しましたからね、はい、なかなかできないことですよね。そうですよね、はい、見事にドイツで優勝を飾っている桐蔭学園のサッカー部、なんとしてもホストチームとしてこのベイブリッジユースサッカーも勝たなくてはいけません。あっとスルー、危ない。ディフェンス戻りたい。ディフェンスは壁を作る、ヘッドで競る。キーパーどうだ、バックヘッドでクリア、2つのヘッドでクリア。ボレーシュートはダメです。となるとボレーシュートはダメです。よく守りましたね今、はい、ペナルティエリアの攻防見応えがあります。ラングニック監督ちょっとエキサイト。ゴール中央へキーパーパンチング、こぼれたボール浮き球、ロブを上げます。2人のヘッドで競る、もう1回ヘッド、これも危ない。ボレーシュート、ボレーシュートは3番のボフトランが打ちましたがジャストミートできません。さあまだ遠い、危ないぞ。これも1年生の東が本当に素晴らしいセービングです。そうですね、枠にきちんと飛んでますからね、今シュートを放ったのはキャプテンのルータ、センターバック。これはセンターバックが上がっているシュツガルト。ここは今ちょっと集中切らさずに、そうですね、耐えるところですね。ランニック監督もかなりこの辺りで点が取りたい、ベンチから出てかなり声を出しています。もう一回ゴール中央へ、スルーしたボール、これは危ないぞ。リバウンドボール、さあオッケーでカット、中盤でカット。さあ桐蔭カウンター仕掛けたい、桐蔭カウンターを仕掛けたい。9番高山センターフォワード、センターフォワードが下がって、センターフォワードが下がって、10番の真田1年生、いや中央で2番、桐蔭学園高校中根ですが取れません。7番のマイヤーすぐに戻っています。先ほどシュートを放ったマイヤーがすぐに戻っています。なかなかシュツガルトの中盤のですね、はい、3人も攻撃参加とそれから守備とよく動いてますね。そうですね、逆にあの両チームとも前半よりパワーアップしてますよね。スルッと抜けました。ペナルティーで危ないところだ。シュートが打てない、ゴールじゃない、ゴールじゃない、クリアだ。うわ、トイン危ない。今のはラッキーでしたね。これでシュツガルトは決定的なチャンスを後半に入って2つは逃しています。さあトイン、ここは集中しなくてはいけません。
スライディングして味方へのパスにつなげました。スガルト、9番のトゥルカー、トゥルカー4点取っているトゥルカーが右に送りますが、玉足が速すぎました。清水商業から4点取っているトゥルカー、ちょっとこの表情、あのラングニック監督もね、なかなか点が取れないんで、尾身さん、そうですね、監督の方がイライラしてますね、はい。さあここで桐蔭学園高校はメンバーが変わります。桐蔭学園は2番の中根に代わって12番の小野上が入ります。ディフェンシブハーフの2番中根に代わって12番の小野上を入れた桐蔭学園のリー・クックス監督。7番の三上ちょっと下げる、5番の森岡ストッパー、今日はストッパーです、昨日はスイーパーでした。さあドリブル5人で抜きたい、抜いた、2人のディフェンス、スルーパスはどうだ、取らない、惜しかったですね、今ちょっとバランス崩しちゃった、はい。ドイツのバーデンベルデンベルグの大会で、まあ、これの大会も世界ヨーロッパ各国の強豪ユースティームが集まったんですが、このシュツットガルトのユースティームもその大会に参加していたんですが、あの山形が、ね、別だったもんですから、はいはい、桐蔭学園高校決勝戦まで勝ち上がったんですが、シュツットガルトはあの決勝戦の前で敗れたんですよね、はい、ですから、まあ、そのバーデンベルグの大会で当たっていないので、絶好のチャンスは流して同点ゴール、トゥルカー、やっぱりトゥルカーが点を取りました。本当にちょっとした隙なんですよね。今も桐蔭ボールから相手になった、はい、その瞬間ですよね、フリーにさせといたんですね。やっぱりティルカーでした。昨日4点、そして今日先制ゴール。後半の21分、ここですね、落ち着いてティルカー、はい、もうこれは流し込んだだけであります、はい。まあ特にですね、今のシーンの中で、はい、あの左足のアウトサイドで、ね、転がしたというあのタイミングとキックですよね、あれはあのこれからサッカーをね、はい、やっている私たち、これは見習ってほしいですよね、実に技術的に高い、はい、ゴールキーパーの東があの右のポスト寄りに、ね、構えてました、はい、それをまあ本当に軽く外したように見えますが、今尾身さんが言われたように落ち着いてアウトサイドで、ゴール左サイドへ、そうですね、はい、やっぱりティルカーでした。昨日4点、今日先制ゴール、この大会2試合で早くも5点目、まあ、トルコのアンダーセブンティーンの代表なんですが、尾身さん、はい、トルコもなかなかあのサッカーのレベルは高い国ですよね。そうですよね、まあ、将来はトルコの代表、そして、このシュツットガルトのトップチームでやりたいと話していた、ティルカーであります。さてここでメンバーが変わりますが、シュツットガルト、あ、9番、今点を取ったティルカー変わりますよ。あ、そうですか、9番のティルカーが変わって16番のエログルが入ります。ティルカーに変わってエログル、先制ゴールを挙げたティルカーに変わってエログルが変わりました。まあ、あの詳しい状況は分かりませんが、昨日ですね、小野さん、はい、ティルカーが前半で清水商業相手にもう4点楽に取りました、はい、その後ハーフタイムでロッカーに下がった時にちょっとめまいがするとね、はい、監督にやっとトインチャンス、ラグニ監督にめまいがすると、ね、ちょっとこの日本の暑さにフラフラするんだというふうな話をして、あ、そうです、あの後半変わったんですが、はい、今日もまだ体調は万全ではないという話を若干していましたので、はい、まあ、その辺で大事を取ったかも分かりませんね、はい、体調の悪い選手に取られるのは悔しいですけどね。悔しいですね、なんとか、まだ残り時間がたっぷりありますので、桐蔭学園高校としては同点ゴールを期待込んでほしいと思います。時間は今後半の24分を回りました。まだ桐蔭学園には十分に時間が残っています。キュルカー先制ゴール、シュツットガルトセンタリング、これも2人のディフェンダーでヘッドでクリアに行きました桐蔭学園。さあ今ちょっとシュツットガルトのディフェンスラインが浅く薄くなっています。スルーパス、フィードボールは通らない。
12番のオラフソン上がっていきます。左サイドからダイレクトカット、前半いや、後半の21分にシュツガルト、やはりトゥルカーがこの試合も点を取りました。トゥルカーの先制ゴールでシュツガルトが1点をリードしています。しかし、まあ、尾身さん、まだ再三言いますが、桐蔭学園にとってはですね、同点に追いつくチャンス十分にあるんじゃないですか。ありますね、逆にね、焦らないで、はい、2点目を取られないことをちゃんとやっぱりディフェンダーは考えた方がいいです。2点目を取られますと、はい、まあ、あのサッカーのセーフティーリードはよく3点と言いますが、相手がこのシュツガルトだけに2点取られますと、まあ、時間も時間ですから、ちょっとね、苦しいですよね。がっくりきますから、はい、さあ広永センターへボールを送ります。シナーゲルがすぐにカットします。もう1回取り戻す桐蔭学園、12番の尾上が競りましたが、これはファール。2点目を取りに行くシュツガルト、チップキック、長いチップキック、うわー、センタリング、速いセンタリングを入れました。ね、確かに2点目まだ取りに来てるっていう雰囲気ですからね、桐蔭学園はバックラインの押し上げをちょっと早くしないと、少し前半と比べると遅れてきてますよね、はい、相手のフォワードも歩いて戻れる状況になってます、はい、後半3本目のコーナーキック、ヘディングの強い選手が揃っているシュッツガルト、バイヤーが中央にいます。それからヤーニッチも上がっています。ヘディングシュート、とにかくシュッツガルトは、まあ、ゴールキーパーツイグラーの2メートルは別にしまして、ね、平均身長が179センチというチームですから、これはユースにしてみれば、尾身さん、かなり大きいですよね。そうですね、そして足もあります、スピードもあります。今のように小さく壁パス、ワンツーを十分に中盤で通す、そういった技術も持っています。一旦後ろに下げます、そして中へ、7番のマイヤー、マイヤーちょっと下げて、右サイドのシナーゲル、4番キャプテンルータ、ルータから途中に入って、今日センターバックに入っているオラフソン、左サイドボホトラ、この辺の今のこのシュッツガルトのボール回しというのはどうなんですか。これそうですね、大事に回して、まあ、リードしたからなんでしょうけれども、はい、その辺やっぱりよく、サッカー分かってますよね、はい、まあ、こうして、なんとなくパッと見にはですね、なんか時間稼ぎしてるんじゃないかと思われる方もいると思いますが、はい、ゆっくりボールを回すことによってまた自分たちのリズムを掴んでるんですよね。三上、さあ押し上げたい桐蔭学園、広永上がっています。さあチャンスだ、広永行く、広永振り向きが打てるかどうか、広永持っている、広永シュート打てるか、あっと3人のディフェンダー、もう1回ゴール中、ヘディングシュート打てない、ヘッドで広永シュート、ボレーシュート、広永シュート、ボレーシュート、ジャストミートできません、ね、広永のボレーシュートはジャストミートできません。広永君、点取ることも狙ってますね。はい、ここで広永一旦下げてセンターリング、そして9番センターフォワード高山、ヘディングシュートは競り負けましたが、そのこぼれたボール、ボレーシュート、まあ、リー監督がですね、広永は J リーグに行ってもすぐ1年目からレギュラーになれると、もう間違いないというふうに太鼓判をしています。ポジション的にはディフェンシブハーフ、あるいはセンターバック、スイーパー、フォワードもできる、どこでもできるんだよと。ただどこでもできるということは一つ際立った特徴もないということにもなるんだが、届けない、打てるとまだチャンスだ、空いた、シュートで15番の村田、3年生、162センチの村田の前にぽっかりとディフェンスが空きましたが、シュート打てません。この後です、ここで
打てなかったですかね、打ってもいいんですけどね、はい、まあその広永の話なんですが、はい、今のそのペナルティエリアの攻防でも分かるようにフォワードも十分にできます、はい、尾身さんとすればですね、日本の J リーグサッカー発展のために、はい、広永は今後どのポジションで成長してほしいですか。そうですね、将来のことを考えると、はい、今からもうスイーパーストッパーというふうにまだまだ決めないでね、その1列前ぐらいですね、はい、ディフェンシブハーフとか、その辺で少し鍛えていって、はい、一番脂を乗り切ったところで一番向いているポジションをやるっていうのもいいんじゃないですかね、はいはい、さあトイン面白い角度でフリーキックを取りました。トリッキーなボールを蹴る15番の村田、飛び込むヘディングシュート、シュート同点、惜しいですね。9番の高山、絶好のサインプレー、村田のボールヘディングシュート、ポスト、センターフォワード高山のヘディングシュートはポストを叩きました。そしてロングシュートは金子、いや入れさせてあげたかったですね、はい、今のは。さあ、トイン学園高校の猛攻であります。このプレーヘディングシュート、そしてこのリバウンドこぼれたところシュートを狙いました。11番の金子、そしてシュツットガルトはメンバー変わります。11番のレーゲンボーゲンに代わりまして13番のカルニックです。非常にスピードのあるミッドフィールダーのカルニックが入りました。13番これはですね、尾身さん、はい、1点ビハインドですから広永はもうずっと上がってですね、はい、フォワードのポジションというか、まあ、点を取るそのゾーンにいた方がいいですね。そうですね、全部前に行っちゃうんじゃなくて、うん、少しその後ろ目からですね、はい、取れた方が彼も多分やりいいと思うんですよね、はい、もう最後の方になったらもしかしたら監督のリー君が上げるかもしれないですね、はい、そうですね、はい、その時間ですがまだ手元の時計では残り8分あります。後半の32分を回りました。ラスト5分を切ったら今尾身さんが言われたようにもう前線に上げるかも分かりませんね。そうですね、まだこの時間帯ですとやはり広永を上げますと最終ラインのディフェンスがちょっと心配です、はい、得点はわずかに1対0。シュツットガルトが昨日4点取ったトゥルカーが後半の21分に先制ゴールを叩き出しています。ロブ、ヘディングではやはりどうしてもちょっと負けてしまいます。足元のボールで勝負したい桐蔭学園高校、7番三上、これを抜きたい三上、カットしました。2番のシナーゲル、こちらも立ち上がっているリー監督、ホストチームとしてこのシュツットガルトを絶対破りたいと話していました。三上、いや広永ペナルティエリアからいいボールを送りました。シュート打てません。昨日清水商業が4対0で敗れました。まあ清翔も本当にいいチームなんだけども、まあ、その清翔の敵を取るという気持ちも若干あるし、ホストチームとして負けるわけにはいかないと、もう広永上げましたね、これ上げましたね。さあ広永、その広永だ、トラップが大きい、球をかいている広永、ちょっとトラップが大きい、絶好のパスが来ました。今ごめんとちょっと言いましたね、はい、はい、絶好のボールが来ました。広永、さあ広永にボールを集めたい桐蔭学園。三上がヘッドでカットされました。もう一回攻め、さあいいところにボールが落ちた。広永と倒されました。ノーホイッスル、ボドナムさん笛を吹きません。広永が上がって最終ライン、桐蔭学園高校は5番の森岡がスイーパーのポジションに代わりに入っています。縦パスを送って広永、いいボール、そうですね、しかし広永君本当に能力高いですね。はいですね、杉浦は止めました。さあまだチャンスだ、まだチャンス、チャンスが続いている桐蔭学
と押し上がっています。村田162センチの村田が178センチのシナーゲルのマークを返して右サイドに送りました。センター12番の尾上、尾上がすぐにパスを送ります。手元の時計では35分を回りました。残り時間はあと5分。広永あと残り5分、どれだけシュツガルトのペナルティーエリアで勝負できるか。桐蔭学園高校はここまで冬の高校サッカー選手権3回全国大会に出場しています。初出場初優勝と目された大会はベスト8で PK 合戦で敗れました。そして広永が1年生でデビューした国見高専はこれも PK 合戦 3-0 で敗れました。そして今年の正月もあの決勝戦まで進出した山城高校に PK 合戦で敗れました。いずれも PK で桐蔭は敗れているんですが、しかしその1年生で PK を外した国見高専、 PK を外した広永、この三沢球技場で人目をはばからず大泣きしていましたが、その広永とは思いません。やはりその素材を見抜いた李監督が3年間じっくり育てた、そういう要素が今日のこのゲームで尾身さん十分に出てますね。そうですね。さあ広永同点ゴールをシュツットガルトのゴールキーパー2メートルのツイグラをかわして打つことができるかどうか。残りはあと4分ありません。反撃に転ずるシュツットガルト。13番カルニック、カルニック流します。ちょっと下げる、もう一回カルニックリターンをもらいました。カルニックマークに行く12番の尾上、このボールを取りたい桐蔭学園。オフサイド、いいですね今の、はい、今オフサイドトラップをかけましたね、はいはい、逆にああいうプレーをもうちょっと早めに出してほしかったんですけどね、はい、さあ真田1年生センターサークル、ボールをキープ、マイボールをキープして広永、広永ドリブルで抜いていくかどうか。広永倒れましたがノーホイッスルだ。しかしまだ桐蔭ボール、桐蔭マイボール、ヘッドのスルーがこぼれてペナルティーアーク、クリアするシュツガルト。三上、あっとちょっとパスのタイミングが合いません。残りはあと3分ありません。桐蔭学園高校同点ゴールをなんとか決めたい。尾上がグラウンダーで送ります。センターに広田が待っている。抜いていく11番の金子、金子に2人のマーク。あーこの辺もですね尾身さん、はい、シュツットガルトも1点リードして、まあ、残り時間があと2分少々ということで、はい、かなりディフェンス激しいですね。そうですね、絶対守りきるという、攻めてくる選手に3人ぐらいついてますもんね、はい、6番山本スライディング、今スライディングに行ったのはフォワード2列のシュバーブであります。前線のシュバーブが下がってディフェンスしています。その辺の勝負へのこだわりっていうのはさすがドイツのチームですよね。さあ桐蔭はここで4番の森田入ります。4番の森田が入って7番の三上がアウトです。残り2分にこの森田を投入して勝負をかける李監督。村田が下げて止めてシューティングチャンスだ。シュート、10番の真田1年生、今いいタイミングでね打ったような感じがありました、ね、はい、ちょっとミートしなかったですけどね、はい、ここでワントラップすぐにシュートを打ちました。得点は1対0、シュツットガルト、テュルカーの1点を守っています。放送席の時計ではあと残り1分です。今年の4月に行われた第30回バーデンベルデンベルグのドイツのユース大会で見事に日本チームとして素晴らしい優勝を飾っている桐蔭学園高校でありますが、なんとか今日もこのシュツットガルトを下したい。クロスのボールが上がります。
っていきます。手元の時計ではもう間もなく40分になります。そうですね、時間もほとんどないですけどね、はい、諦めないで、なんかチャンスはある雰囲気なんですよね、はいはい、ラングニック監督立ち上がってやや勝利を確信したかどうか。もう40分を回りました。ボデナムさん時計を1回見ました。くつつかるとこの大会優勝を飾ることができるかどうか。もうあとわずかです。若干のロスタイムです。桐蔭も本当に尾身さん、ここまでいいサッカーなんですけどね。そうですね、決定的なチャンスがこの試合ここまで80分間で2度3度ありました。シュツッツガルトが桐蔭のエンドに攻め入っています。ロスタイムで2点目を取るかどうか。さあ時間ない、一気にそうだ、大きくフィード、広永を走らせる、広永、ああスライディングタックル、激しいスライディングタックル、4番キャプテンルーター、シュツガルトのキャプテンのルータが広永に激しいタックルをかましました。さあまだ時間がありそうだ。19番村田、あっと10番真田、ボールが足につきません。ここでタイムアップ。シュツッツガルトユースチーム、このテュルカーの1点を守りきりました。1対0決勝戦、見事に桐蔭学園高校を下してこの第4回富士コカ・コーラカップ横浜ベイブリッジユースサッカー大会の優勝を飾りました。では初めにコカ・コーラカップが富士コカ・コーラボトリング株式会社取締役社長柴田義明氏より贈呈されます。尾身さん、はい、得点は1対0というそういう最少スコアだったんですが、はい、なかなか、ね、見応えのあるいいゲームじゃなかったですが。そうですね、はい、決勝戦らしいいいゲームですよね、はいはい。感想一言まとめていただきたいんですが。そうですね、はい、まあ、個人的な勝負でもあればね、はい、負けたチームでもやっぱり広永君、はい、その辺にそうです、ね、MVP みたいなものがあればね、はい、うん、そのぐらい広永君には今日、いろんな意味で感動しました、はいはい。勝ったシュツットガルトはドイツのそのシュツットガルトの何に恥じないゲームをして意地がありました。そうですね、その辺も見応えありましたよね、はいはい。一方桐蔭学園高校はホストチームに恥じない、はい、本当にいい前線いいサッカーをしましたよ ね、 そうですね、はい。お伝えしました決勝戦はドイツの名門シュツットガルトが1対0と昨日4点取ったテュルカーが今日も点を取りました。テュルカーの決勝ゴールで見事に桐蔭学園高校を下してこの第4回富士コカ・コーラカップ横浜ベイブリッジユースサッカー大会の優勝を飾ったゲームでありました。放送席の解説はヴェルディ川崎サテライトチーム監督尾身幸隆さんでした。尾身さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。